こんにちは、住吉たまきです。今日は第1回目の質問コーナーということで、ちょっと前に募集していた質問に答えていきたいと思います。それではスタート。知覚過敏の人に聞くのはどうかと思うけど、かき氷を食べるのはシロップは何が一番好きですか？高級チックなもの以外で。もちろんいちごミルク。だけど別にね、ミルクあればいいや。ディズニーキャラで一番好きなキャラは何ですか？可愛くて大好きなのはアリエルです。ただ私が憧れているのはラプンツェルです。ラプンツェルのように可愛くて強い女の子になりたいなと思っているからです。好きな男性のタイプは？たまちゃんにとっての理想の結婚とは？結婚式は教会、神社、どちら派？新婚旅行はどこがいい？結婚式は教会がいいです。でも人は呼びたくないです。笑っちゃいけないとこで絶対笑っちゃうから、もう誓いのキスとかできないから。新婚旅行は綺麗な海があるとこならどこでもいいです。好きなアニメは何ですか？ワンピース、七つの大罪、メジャー、キングダム、ラブライブ。お笑い芸人一発屋限定のモノマネを3人して。お風呂上がりのアーヒスの最初の一口、あったかいんだから、ここより普通にラッセンが好き、ピカソより普通にラッセンが好き。最近 YouTube を始めました。 YouTube をやりすぎて友達がいないとです。たまきです。たまきです。たまきです。はい、ということで今回の第1回の質問コーナーはこれで終わりです。質問をくださった方ありがとうございました。いつも皆さんのおかげでこうやって楽しく毎日投稿できているので、これからも大きくなれるように、成長できるように頑張っていきたいと思います。次はとりあえず1万人を目指して頑張っていきたいと思います。今大切なものは何ですか？もちろん YouTube。